何でも鑑定団みたいな。ドン。おお。すごっ。多分それオチで使うやつ。どうもこんにちは、シンプルでカジュアルトムです。本日は2人のゲストをお呼びしております。どうもアキです、よろしくお願いします。どうもキャプテンドンです。よろしくお願いします。今日はね、ちょっとみんなの都合がつかず3人でお送りしたいと思います。はい。いや、みんな忙しいね今の時期。俺たちが暇みたいな言い方しないでくださいよ。じゃあ本日は何をやるかと言いますと、みんな今圧倒的に困っとることが一つだけない？圧倒的にお金がない。いや違う違う、リアルな話とかじゃなくて。今ね、はい、資材が全然足りてないよ、特に鉱石系。はいはいはい。そう、そこで鉱石をもっと楽に掘れたらなと思いませんか？おお、前のあれ以上に。そう、前の採掘機はなんか下1列の周り6マスは掘ってくれたけど、うん、あれ結構つなぎ直すのが手間で、なんか、はいはい、現状めちゃめちゃ放置されとるね。片隅の方に、ね、うん、すごい、誰も別の場所に移さないんだ。そう、苔が生えとった、さっき見たら。やけん今回はもっと掘る革命を起こしていきたいと思います。はい、おーい、これトゥン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 トゥルルルルってタイトル出てる？タイトル出てる？これ出とるけど編集のとこついてくんな。で、皆さんこのチェストをご覧ください。おお、すげえ。これね。すごい。なんとこれ何個分？512個分。はい。これガラちゃんが作ってくれました。やば。裏作業で。マジでバケモン。さすがよ。必要な材料を書いたチェストを置いとったんよ。はい。したガラちゃんが一晩でやってくれました。やば。マジ進化時のジェバンニって呼んど。一晩建築のね。やけん今回はこれを使って最強のソーラーパネルをまず作りたいと思います。なるほど。はい、まずこの8個分のやつをめちゃめちゃ作ります。前作った。なるほど。ありがとう。なるほどなるほど、なるほど、ありがとう。で、この8個分をさらに合体させることで8個分 8×8 64、おっ、8個作ります。そしてそして変圧器で金の線を置いて高電圧変圧器を作ります。この高電圧変圧器の周りに64を8個埋めると、はい、なんと512個分を1マスで補えるという最強のソーラーパネル。えぐ、できました。ほら、そんなん壊せないじゃないですか。だろ。ほら、もうなんか歌舞伎みたいな模様ついと思う。だ、皆さん、この大量に発電できるものができたら次に必要になるものは何か分かりますか？はい、もう分かるよね、さすがに。もうパート8にもなるし。日光。違う違う違う。そう、バカの答えやめて。日光はあるものやけ。太陽作れないんすか？太陽は作らないです。初期のベジータじゃないよ。そのエネルギー弾をこう地球のところに上げてこう大猿化無理やりするみたいな初期のベジータみたいなやつじゃないよ。説明長いな。どれだけの人に伝わっとるかは甚だ不明やけど。必要なの蓄電器ですね。この大量に作った電気を集める蓄電器、はいはい、高圧蓄電器を作りたいと思います。はい。で、高圧蓄電器を作るために、はい、エナジークリスタルっていう新しいかっこいいクリスタルが必要になるんよ。エナクリか。いや、知らんやろ。クリロナの感覚で略さんでくれる。なすか、エナジークリスタルって。エナジークリスタルはダイヤモンドの粉末とレッドストーンを混ぜ合わせた、もうマナの塊やね、言ってしまえば。へー、なるほど。これを作ります。もう足田マナもびっくり。あれ、マナのゴンゲ。あれ、マナの塊やった。ここの上にこのエナジウム粉末っていうのを入れます。エナジウム粉末。そう、すると、要素、なんと、はい、粉を圧縮すると、そう、取った、エナジークリスタル、これができます。はい、すごい、なんか充電できそうな。そうなんよ、うん、これなんとね、1個で1メガなんか1000EU 違うわ、10、違うわ、1000万。え、1000万、違うね。はい、ええ、ゼロ100万だよね、M って。うん、10万。
こそんなゼロが何でも鑑定団みたいな10万、100万とか10万これを使って真ん中に筐体エナジークリスタルを上下左右で、はい、外側を四隅に金で高圧蓄電器ができました、はい、おお あれやね、400万でした。解決しました。400万でした。はい、うん、じゃあこの400万の威力を体感したいと思います、はい、しばらく雑談しときます。あれちょっとどうもり語で喋っとくわ。やってみて、どうもり語。あれ普通これうまい。まあまあうまい。あー低いやつや。俺様系。俺様系のやつや。トラとか。喋っとる動物同士が。よし、蓄電体験早くするわ。おい。まず蓄電器置きます。はい。はい。そしてその上に金の導線をつないで、ここに最強のソーラーを置きます。はい、えぐいなー。いいねー。強そうだな。裏まで強そうだな。これがね、お、どんどん蓄電しとる、はい、見て見て、はい、すごいよ、見たことのない桁。やば、512分やし、見たことのない桁な上に、はい、マックスもすごいね。確かに。まだまだ入るね。やば、すごいなこれ。で、これを充電一瞬よ、はい、まだそのまま流すと爆発するので変圧、そうね、変圧します。はい、で出力面を5、よし、5の方をこうつなげて、はい、それをこうつなげると OK、 これでつながった。でこれによってティアー3のものが扱えるようになったんよ。なんと、なるほど、高圧だから、そう、高圧でしか動かない機械とか道具も使えるようになります。なるほど、そこでとっておきのティアー3の道具をご用意いたしました。はい、前人未到の、前人未到ではないけど攻略サイト攻略サイトを見て調べました。おった前人、お待たせするやつがいたか。前人ありがとう、前人に感謝。じゃあ作業台行きましょう。はい、まずレッドストーン2個を左上と上、左上と上、で複合金属板を、あのテトリスのこうなんか来たら嬉しい感じに、来たら来たら嬉しいけど基本邪魔やし、なんか一番最いちゃうみたいな感じに、うん、Z のやつかな。どうも。あ、Z のやつ、Z のやつ。そうそうそう。え？あ、こう。Z のやつ。はい、真ん中を切って Z のやつ。Z のやつ。そうそうそう。で、右上に、エナジークリスタル。エナジークリスタル。で、右に上位電子回路。お、できた？あ、来た、できた。できた。お、できた。採掘用レーザーです。わお。これ、やばそう。これ、ものすごいんよ。はい。じゃ早速使いたいと思いますが、充電がないので、充電しましょう。少々お待ちください。はい、充電できた、チャップ。できた。OK。じゃあ、これのね、使い方を。はい。この、まず、岩壁に向かって、はい。右クリックを押します。うん、右クリック。はい、すると、なんか、こういう風に。やばい。おー、マインみたいに音がキュンキュン言っとる。ね。おー、すごい。なんかもう、あれの気分、ジェダイの気分やね。ストームトルーパーみたい。で、このね、採掘用レーザー、なんと、はい、モード切り替えがございます。モード切り替え、そう、 M キー押しながら右クリックだって。 M キー、お、 N、 M、 M、 うん、マイクラの M、 そう、 HIJKMLLOP の M、 大体言わんかった今。右クリックで、お、すげえ、いっぱい枯れる。マジ、そんなにいっぱいあるの？いっぱいある。短射程、長射程、水平採掘、加熱採掘、拡散、爆発、3×3採掘。3×3。へぇー。すげえ。で、このね、多分ね、一個一個試してみようか。長射程行ってみよう。長射程は、あ、すごい、めちゃめちゃ飛ぶんや。うっ、あー、でもあれ消費が激しいとかそういうこと？そう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 。電力消費が激しいっぽいね、これ。へぇー、すごい。うわ、めっちゃ飛ぶ。爆発、本当に遠くのやつが撃ちたい時とかも、ほら全然痛いよ。全然当たる、すごいすごい。待って、今5ダメージ受けたよ。え、マジで、
火力が違うんや。そうなんや、強っ。次、水平採掘。自分の立ってる高さ、そういうことか。じゃあ変なとこに打たんように制御できとうって感じか。なるほど、安全だこれ。わー、じゃあこれあれやね、赤ちゃんとかチャプチェとかにはこれにしとったらいいね。とりあえずほら、赤ちゃんとか俺ちゃな同じ目線じゃあ次、加熱スパック。加熱スパック。何しようと思う。おいジャンプジャンプおいなんかおい俺の知らんものか。ハクさんが多分それオチで使うやつ全部のモード試してオチで使うやつ。何しようとマジで俺の知らんモードになっちゃった。アキさんが悲しい目にあっとったよ。吹っ飛んじゃった。アキさんの最後に降り注いだ砂利が素敵やったね、なんか。すごい砂利が面白かった。マイクラやりよった中で一番面白い砂利の打ち方。次、じゃあ拡散とかやってみる。拡散はドン。おお、すごっ。キモいキモいキモい。ショットガンだ。うわー、なるほど、めっちゃキモい。こういうやつ俺たちが今までやってた聖地は何なの。山人簡単に消えそうな。簡単に消えるね、すごいね。格子状に消せるね、これ。残ったの気持ち悪いね、これ。気持ち悪い。なんかこういうジャガイモのポテトあるよね。ジャガイモのポテト。これとそういう、あと爆発。はい、これ多分さっきチャップがやったやつかな。行きます。おお、威力は何？ TNT ぐらいかな。あ、ん、ちょっとドワーフに当ててみよう。おわ、19食らう。でも19ってことは、人一人の体力がほぼ吹っ飛ぶ。なるほど、だーねえ。やけんアキさんみたいな悲劇が起きるってことか。あー、これマジで要注意。ちょうど、うん、なるほど、すごいね、採掘用レーザー、ね、ほら強っ。ちょっと何回か連打するだけで山がダジンやば。いや、吹っ飛びすぎ。すげえ。へえ、チャプチェ許可出ますかこれ。山に向かってちょっと貸してみ。モード僕が切り替えるけん。さあ爆発、はい、これ爆発ね、マジ注意よ。爆発いきます。オッケー。おこれがさっき俺が手をかけてしまったやつか。そうそうそう、アキさんを殺した能力。こりゃ死ぬわ。すごいよねこれ。あ、バルキリー来てるよ。ほんとやん、バルキリー来てる。ちょっとうせえこいつ。あ、え、チャプちょっと近くで撃ちすぎちゃった。おい、なんちょっとマジで。ちょっと待って、これアイテム消えてないよね。大丈夫だよね、僕のアイテムどこ。爆発が消えるんじゃない。そうよね、俺見た時もなかったもんな。どう見てもどう見ても近くにはなかったもん。ジャプチェギュードン丸裸になりました。もうなんでえ、レーザーも消えた、もしかして。レーザー消えました。もうあいつには持たせれん、マジで。赤ちゃんやんか。赤ちゃんやん。マジで持たせれん。僕赤ちゃんでした。めちゃコスト高いのに。ということで採掘用レーザーを作ったんやけど、はい、はい、今回はこっからやること決めてないけん、なんかやりたいことある？レーザーを使ってでもいいし、使わんででもいいけど。なるほど、急に言われましたか。確かに今困っとうことで、この進化樹クラフトのワールドをより良くするアイデア、はい、いや、この掘削ビームを使って、うん、ちょっとネザーやばいじゃないですか。うんうんうん。ネザー破壊しまくって道を作るみたいな、うん、なるほど、それいいね。遠くまで行けるように。なるほどね、ネザーでこのレーザーの威力を試そうと、試そうのコーナーね。そうですね、オッケーオッケー。じゃあそれをするためにキャンプが壊したレーザーを作ります。
はい、申し訳ございません。うわ、なんかあそこの自然生成のやつチャンネル登録ボタンみたいやね。本当だ。チャンネル登録岩やね。チャンネル登録岩あるやん、うん、わすごっ、こんなことあるんや。あそこら辺だけなんかよくできてんね。ほんとやね。うわマジか。よかったらチャンネル登録とかよろしくお願いします。すげーマイクラすげー、ね、こんなこともあるんやね。お茶番や。